教科とかけろ。何の話をしてたんだ。俺の名前が聞こえた気がするけど、深刻な感じだった。もしかして、いや、でも。ゆいとくん、今日も頑張ってるかな。え、まあそれなりには。そいつはよかった。これからも程よく適当に頑張りたまえよ。どうだゆいとくん、俺様に興味が湧いてきたか。かげろうって捉えどころがないけど、まあ気になる存在ではあるかな。ねえユイト、私たちって危険な仕事をしているでしょ。念のためにお守りを身につけたらどうかしら。お守り。あら、あまり乗り気じゃなさそうね。いいアイデアだと思ったんだけれど、とっても効果があるのよ。もし気が変わったらいつでも声をかけてちょうだいね。ユイトのこと少し分かった気がするわ。でもまだまだね。教科とはもっと分かり合える気がするな。これからもっと話していこう。急に人数が増えたな。これからはこの味とも譲り合って使わなきゃな。それもしかして私に言ってるの？そんな嫌味っぽく言わなくてもちゃんと片付けるわよ。嫌味なんてそんなつもりは。これからはうるさいやつと一緒なんだな。試練は俺のことを嫌いだよな。それなのに助けてくれてありがとう。別に助けたからってお前を認めたわけじゃないぞ。特に嫌いというわけでもないけどな。素直じゃないね、紫電君は。ユイトは真面目だね。初めて会った時も無駄に人の役に立とうとしていたし。無駄ってことはないだろう。迷惑はかけたかもしれないけど。まあ新人というものは周りに迷惑をかけて成長していくものさ。これからもどんどん迷惑をかけていくといい。私は面倒を見る気はないがね。興味深いね。ユイトのことをもっと解析、もとい、知りたくなったよ。なんか不穏な感じがしたけど、でも関心を持ってもらえてよかったよ。またみんなと一緒に行動できるな。嬉しい限りだぜ。なあつぐみちゃん。かげろう、私に隠し事してた。隠し事してた。2回も言うなよ。ごめん、悪かったよ。本気でそう思ってる。ユイとはカイト本部長によく似ているな。え、そんなこと言われたのは初めてだ。そうかい。クソ真面目なところがよく似ているよ。それに意外と周囲の輪を保とうとするところもね。ま、性格や思考はかなり違うようだが、その点は本部長よりユイトの方が好ましいと私は思うけれどね。
思考パターンはほぼ把握したぞ。え？俺の頭の中読まれちゃってる。ユイとのことだが、互いの知識を共有できたことが救いにつながった。感謝するよ、ルカ。いえ、こちらこそ。ユイとの生還にはあの場にいた全員の力が必要でした。みんなよくやったと思います。そうだね。あなたって不思議ね。え？何が？存在がよ。最初は毒にも薬にもならない、どうでもいい人に見えたけれど違っていた。単にいい人なのね。そういうところ嫌いではないと思うようになったわ。ユイトのことなんだか少し気になるのよね。え？気になる？そうなんだ。ありがとう。相変わらずの間抜け面だな。いきなりそういうこと言うか？悪かったな。僕は正直者なんだ。だがまあ、その間抜け面もそれなりに見慣れてきた。いつまでも僕がその間抜け面を見られるように生き残る努力をするといい。好んで得た成果じゃないが、ユイとの扱い方がつかめてきたな。それって俺は喜んでいいのか、シデン。ゲンマ、ちょっといいか？どうした、ユイト？何かあったのか？この前話を聞いたゲンマの友達のこと、俺も気になって、ワタルに退役兵のデータを探してもらったんだ。ゲンマの友達が行方不明だってことも、必要だと思ってワタルに伝えた。悪い、勝手なことして。別に構わない。隠していることでもないからな。それで、何か分かったのか？まだ中は確認してないんだ。ゲンマと一緒に見た方がいろいろ気づけるだろうと思って。今データを送る。これは退役した海抜軍隊員の近況が書かれているな。この春の退役者に絞ってデータを抽出してもらったから、ゲンマの友達も入ってるはずだと思うんだけど。あったぞ、こいつだ。まさき藤川、生活状況について詳しく書かれている。海抜軍は何のために退役した隊員の情報をこれほど事細かに。待て、なんだと？どうしたんだ、ゲンマ。こんなバカなことが。ここを見てみろ、ユイト。まさき藤川、海抜軍病院に入院後死亡。そんな、納得できん。病院で死亡したなら家族に連絡があるはずだ。何か不自然だ。
確かにこのリスト変だな。入院後死亡って内容が妙に多いし、死亡までの期間もみんな短い。うん、退役兵は心身へのダメージが大きいとはいえ、入院に至るような重傷者がそこまで多いとは思えない。おい二人とも、お話中の退役兵リストの件をもうちょい深く掘ってみたぜ。俺の見立てじゃこりゃはっきり改ざんされてるな。表向きには入院して死んだとなってるが、遺体を運び出した記録が全くないんだ。もしかするとまだ生きて院内にいるのかもしれない。本当か？断定はできないけどな。しかしわざわざこんな風にデータをいじるってことは、病院の暗部に関わっている可能性が高いということだな。まさか人体実験にでも利用されたか。退役兵には家族がいない者も多い。行方不明や死亡扱いにしても詮索されにくいだろう。汚いやり口だ。あくまで推測と言いたいが、海抜群病院には十分な前科があるからな。だったら早く動いた方がいい。もし人体実験に利用されてるならすぐにでも助け出さないと。ああ、このデータでは入院先は海抜群病院の新館になっているが、実験目的ならば旧館に移送されたか。その可能性はあるな。だが実は他にもちょっと怪しい動きがあるんだ。最近海抜群病院の状況を調べるために行き来する車両の動きを記録してたんだが、たまに病院から青蘭方面へ向かう妙な車両があるんだよ。今もまさに1台出てったぜ。今の状況で青蘭と取引なんてしないよな。一体何をしてるんだ。わからんが、どこか俺たちの知らない施設に患者を移送している可能性もあるな。他に手がかりもないし、まずはその車を追ってみるか。セイラン方面へ行くなら必ず川を越える。水波川に向かえば確実に近づけるだろう。それじゃあ俺はその車両の情報をもっと探れないか、こっちでいろいろ試してみるわ。すまん二人とも、マサキのために力を貸してくれ。ああもちろん、早くマサキさんを見つけよう。二人とも、いいニュースだ。識別ナンバーからスオーを出発した例の車両の詳細情報にアクセスできた。どうやらビンゴだぞ。積み荷の欄に入院患者の名前がずらりだ。探してるマサキさんの名前もあったぜ。本当か？ならばその車両の中にあいつか。ああ、可能性は十分にある。車両は今ちょうど停車中だ。位置データを送るからすぐに向かってくれ。待て、近くに物資反応があるな。どうする？Yeah!
ルが言ってたのはあの車だな。どうしてあんな場所に止まってるんだ。何か積み荷を下ろしているな。ゴミ袋のような。患者の姿はどこにも見えないぞ。ってことはゴミ捨て用の車だったのか。渡るの情報が間違ってたってことなのか。いや、ゴミならゴミ処理施設に持っていくよな。じゃあ俺は一体。車がいなくなってから中身を確認しよう。嫌な予感がする。ああ、カイがあの袋を狙ってる。でもどうして。やはりそうか。やめろ。それに手を出すな。ゲンマ、クソ、やるしかない。貸してくれ。そのまま攻撃すれば外郭を壊せそうだぞ。油まみれになってるぞ。燃やしてやれ。外郭の損壊を確認した。畳みかけろ。敵が珍しいものを落としたみたいだ。ゲンマの効率化が有効そうだけど。火の攻撃を受けて体に着火するのは体力削られるからな。気をつけてくれよ。一体の敵は全滅させるしかなさそうだ。頑張ってくれ。あっつ、丸焼きにする気かよ。まだ戦える。行けぞ。種別を見落としていた。まさか人間の脳を廃棄物処理車に積み込んでるなんて思わなかったんだ。それじゃああの袋の中身は。クソ、遅すぎたのか。俺はマサキはとっくにあいつだけじゃない。こんな大勢の人間をゴミのように廃棄するなど。
何十年も人類のために命を懸けて戦ってきたんだぞ。この中の誰一人こんな最後を迎える理由はない。すまない、取り乱した。友達がこんな目に遭ったのに落ち着いていられるやつなんていないよ。怪異に食われなかった連中だけでも埋葬してやりたい。悪いが少し待っていてくれ。俺も手伝うよ。ちゃんと人間として葬ってあげよう。ありがとう、ユイト。それから渡も協力感謝する。後でマサキの弟とも会って話さなくてはな。なあゲマ、ズーズーしいかもしれないけど、もしよかったら俺も一緒に行っていいかな。ああ、そうしてくれるなら俺も心強い。あなたが玄馬さんですね。はい、マサキさんの行方について弟さんに伝えなくてはならないことがあってきました。言いにくいことですが、マサキさんはすでに亡くなっています。そんな、確かなんですか？確かです。海抜軍の機密で詳しくは話せませんが、入院先で息を引き取り秘密裏に埋葬されたそうです。そうですか、残念です。すみません、俺がもっと早くあいつを、マサキさんを見つけてやれれば。いいんです、ゲンマさん、私こそ謝らせてください。あなたを冷たいなどと言ってしまって。実はあの後兄からメッセージが届いたんです。急に入院することになったと。しばらく連絡が取れなくなるかもしれないが心配するなと書かれていました。それから兄の本当の気持ちも。兄からのメッセージを転送します。これは、兄は玄馬さんが自分の海抜軍への未練を断ち切るために厳しく接してくれたことに感謝していました。直接話さなくてもメッセージがなくても長い付き合いであいつの考えは分かっている。玄馬はどこまでも真面目に俺と向き合ってくれた。そういう不器用でまっすぐなやつなんだと。あいつ、私が誤解していたんですね。兄にとって玄馬さんとの思い出はいつもそばにあって兄を支えてくれていた。兄は最後に、退院できたら過去にとらわれず新しい人生を生き直してみるつもりだと書いていました。それは結局叶いませんでしたが、そんな風に希望を持って生きられたのは玄馬さんのおかげだと思います。ありがとうございます。今日はあなたにお会いできてよかったです。それではまた。ゲマ、あいつに伝わっていたんだな。俺のことを分かってくれていた。脳がつながっていなくても二人の心はちゃんとつながってたんだな。マサキ、ゲンマ、泣いているのか。すまん、そろそろアジトに戻ろう。ああ、わかった。今更かもしれんが、ユイトは俺を避けたりしないんだな。避ける理由がないよ。
もしかして他の人に避けられたりしてるのか。ああ、若い連中には俺のような老害は煙たいのだろうな。慣れてはいるが傷つかないわけじゃない。だからその感謝している。互いに信頼し合うとはこういうことか。ああ、現場になら背中を預けられるよ。重ね、ちょっと話せないかな。いいけど、何？一度改めてお礼を言いたくてさ。カサネは俺の恩人だから。私が恩人？特に心当たりはないけど。この素っ気ない感じ、相変わらずだな。久々だからちょっと懐かしいかも。いやほら、荒はばきのところでさ、俺が記憶をなくしかけた時助けてくれたじゃないか。ああ、あれは私が助けたわけじゃないわ。花火とみんなと全員で助けたのよ。もちろん全員に感謝してるけど、あの時あの場所にみんながいたのは重ねが連れてきてくれたからだよ。誰か一人でも欠けてたら俺の記憶も完全じゃなかったかもしれない。だからありがとう。分かった、気持ちは受け取っておくわ。ああ、それで十分だよ。なんか不思議だな、こうして普通に話してるの。普通に話すことの何が不思議なの？重ねとは敵同士になったりいろいろあっただろ。それが今は一緒に戦ってる。人生わからないもんだなって時々思うんだ。同じ超能力を持った俺たちが同じ時代の同じ場所にいるのって何かの運命なのかなってさ。あなたがどう解釈しようと自由だけど、私は運命なんて信じたことはないわ。重ねらしいな。まあ確かにちょっと大げさか。大げさというより論理的じゃないと思うだけ。私たちがここにいるのは自分でそうすることを選んだからよ。運命って言われるとまるで誰かに与えられたものみたいに聞こえるじゃない。そうか、そんなつもりじゃなかったんだけど確かにそうとも取れるな。運命って聞くと前世からの定めに導かれてとか不思議な力が働いてる感じするしな。でもさ、やっぱり俺自分だけで選んだって感じがしないんだよ。どういうこと？運命ってのは
確かに押し付けっぽいけどさ、いろんな人との出会いとか別れとかたくさんあって、そういうの全部ひっくるめて今の俺がいると思うんだ。みんなのおかげで自分で選ぶ力がついたっていうか。そういうことなら私も同感ね。自分一人で戦っていたらきっとこの道は選べなかった。あなたにはまだちゃんと伝えていなかったわよね。お姉ちゃんが、ナオミが死んでしまったこと。え？そんな、どういうことだ？一体何があったんだ？トゲツとの戦いの中で私たちを助けてくれたの。私結局ずっと助けられてばっかりだった。そうか、ごめん、俺何も知らなくて、何もできなくて。別にあなたが気に病むことはないわ。ただ、さっきの話で思い出したの。私がこうしてユイトと一緒に戦っているのはお姉ちゃんのおかげでもあるんだっていうこと。そうなのか。私のユイトの第一印象は厄介事を持ち込みそうだから関わらない方がいいだったのよ。お姉ちゃんがあなたのことを気にしていなかったら、多分次の日には顔も忘れていたんじゃないかしら。うわ、俺の印象最悪だな。でも、ナオミが俺のこと気にしてたってどういうことだ？それは、お姉ちゃんはあなたのこと、とても気に入っていたから。そっか。うん。それは嬉しいな。残念だよ。もっといろいろなことを話してみたかった。あなたがそう思ってくれるなら、きっとお姉ちゃんも喜んでいると思うわ。誰かが死ぬって、やっぱりしんどいよな。海抜軍に入ってから、大事な人が何人もいなくなってさ。最初はただショックなんだけど、だんだん実感するんだ。もう二度と会えないし、声も聞けないんだって。今まではブレイントークで、声も顔も見たい時にいつでもどこでも見れたのにさ。それでも記憶があればいつでも思い出せるわ。一緒に過ごしてきた時間は無駄じゃない。無駄にしちゃいけないんだわ。あなたも言ったわよね、出会いも別れもひっくるめて今の自分だって。そうだな。みんなの思いを抱えて、俺たちは生きていかなくちゃいけないんだ。やっぱり記憶をなくさなくてよかった。改めてありがとな。ちゃんとお礼を言えてすっきりしたよ。私も話せてよかったわ。気持ちの整理になった。そのうちまたじっくり話そうよ。せっかく仲間に戻ったんだしさ。そうね、中身のある話なら歓迎するわ。無駄話はあまり好きじゃないから。きっついな。やっぱり重ねは重ねだな。改めてこれからもよろしくな。ええ、よろしく、ユイト。重ねも俺もそんなに変わったわけじゃないけど、お互い前より本音で話せるようになったよな。ねえ、前に言ったこと撤回するわ。嵐から聞いたのだけれど、いい人って褒め言葉ではない場合もあるそうね。どうだろう、基本的には褒め言葉だと思うけど。というか俺はそう受け取ったけど。そう、それならよかったわ。言葉って難しいわね。私の言葉を素直に受け取ってくれてありがとう。ユイト、
あなたを少しだけ理解できた気がするわ。本当？重ねにそう言ってもらえると嬉しいな。